ってらっで自分で餌にするたびに取って、人間のために取ってるって分かってやってる。そうですね、俺が狙ってるものをこう伝えれば、鷹の方がよく理解してれば、こいつを取るんだっていうのを見ちゃうから。自分が食べるための目的で行ってはいない。いや、自分が食べるために取るんですよ。ただこちらがこの上回えちゃう、跳ねちゃうとか食べたいんだけど、人が取っちゃうと。そう、だからそれは鷹に悪いと思う。これ餌をあげてて、それを食べてる間にこうもらうわけ。これを明らかにですね、こう俺が欲しいからって鷹のこうやって剥がして、それをこちらに入れちゃうと、もう鷹が、あ、俺の取ったと、横取りしたっていう、この被害者意識がすごい強い。そうすると今度は掴んだ獲物を降りなくて遠くへ持って行って、ここに降りるよって感じにこう見せかけて、あの林の中入ったなと思わせて、その林を通り過ぎて、その先の林まで運んでくる。で、こっちが追っかけていくと、もう来てるって分かるから、全部こっちを読まれちゃう。手の頭いいね。だからその信頼関係っていうのは絶対崩せない。基礎本能は鳩みたいにはないんです。それはあの電車鳩みたいなんですね。ああいうふうな基礎本能はないんです。どのくらいまで行って戻ってくる？遠く、距離ですか？いや、これはね、自然の中では2000キロ以上はこう旅してるんですよ。だいたい繁殖した場所から、あの秋とか冬になるとそこから離れて、その日本あの地球上ですね、あの例えばアジアで生まれたらアフリカぐらいまで移動してっていうね、あの、はい、同じ猛禽類でもハヤブサなんていうのがそれ強いで、あのかなりの距離移動して。師匠、そろそろ時間ありがとうございます。